エライザは日本の女性歌手。父がチェロを弾いている環境から音楽を身近に感じ、親しみながら育った。幼少期に絶対音感が育まれ、幼稚園から小学生にかけてソルフェージュに通っていた。主にクラシック音楽を好んで聴いていた。楽器演奏経験は3歳の頃に始めたピアノを始め、はじめ中学校では吹奏楽部でアルトサックスを担当。部活動と 並行して、毎年選出される合唱メンバーに入り、ソプラノリーダーとして活動。その年の NHK 全国合唱音楽コンクールで全国大会同賞を受賞している。歌う楽しさを教えてくれた原点とインタビューでたびたび明かしている。2007年8月、エリートモデルルック2007のオーディションに出場。約3000人の応募者の中から、 ファイナリスト10人の一人に選出される。最終審査時、いつからモデルになりたいと思ったのですかという質問に対し、モデルではなくて、歌手になりたいんです。と、胸の内を明かした。驚いている関係者を前に、ポップスとオペラの2曲を披露したところ、同席していた音楽関係者の目に留まり、スカウトされる。数ヶ月後には、メジャーデビューが決まり、エライザとして、 歌手活動が始まることとなった。2007年10月、エライザとして、ジェネオンからシングル、ユーホリック・フィールドをリリースし、メジャーデビュー。2008年から、アナメイロ・サマー・ライブに出演。サードシングル、エヴァリエント・フューチャーは、オリコンチャート17位を獲得し、2009年1月には、ファーストアルバム、ホワイト・プルセッションをリリース。その後も、早手のごとく、の、 OP テーマや、とある科学の超電磁法の ED テーマなど、人気アニメ作品のテーマソングを担当する。翌年2010年11月に、ボーカルとして参加した、神の水を知る世界の OP テーマ、g o ド d Only Knows 集積回路の夢旅人では、オリコン獣医位を獲得している。2011年9月18日、体調不良で活動休止を発表。 2013年に歌手活動を再開、同時に SME レコーズに席。t v アニメ、革命期バルブレイブの ED 曲、そばにいるよでは作詞も手掛けるなど、本格的に音楽活動の再始動を果たした。日本国内にとどまらず、海外で行われるアニメ音楽イベントにも、精力的に参加して、ライブを行っている。2020年9月24日、 週刊新潮同年10月1日号に掲載されたインタビュー記事で2018年5月から担当となったマネージャーから継続的にセクシャルハラスメントを受けていたことを告白した。2019年11月には所属事務所社長に被害を訴え改善を求めた。しかし事務所顧問弁護士の見解はセクハラ被害ではなく個人間の地上のもつれであるとし、 話し合いは決裂した。エライザは不服とし、2020年1月に退社の意向を伝え、同年9月30日に事務所との契約を解除した。2021年4月1日、桜ミュージックのアーティスト一覧から記載が消える。オリジナルアルバムその他のアルバム、ありがとうございます。